生まれはロシア、ロシア関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今日はロシア式バーベキューをします。名前はシャシュリック。シャシュリック、そう、ロシアでよくやるやつ、なんか棒につけて食べるやつなんだけど、まあちょっと完成品を見てな、どうなるかっていうのを見てもらったらと思うけど、俺結構得意。じゃあちょっとね、皆さんもここのそのなんか材料とか見てあんまり難しくなさそうだから、ちょっと皆さんも見て覚えて、ぜひ真似してみてください。で、今日はバーベキュー前日の夜です。ってことは肉ちゃんを漬け込んでいくってことなのかしら。そう、仕込みます。あら、やめて、シワが映っちゃう。大丈夫、大丈夫。はい、じゃあ今回ご用意させていただいたのが豚肉肩ロースブロック3つ、1人 300g あたりのお肉ですね。今回はちょっと4人いくから3、4、12、1200ぐらいね。そうだね、 1200g ぐらいで、続きましてでございます。玉ねぎ、玉ねぎとニンニク、ニンニク、これはちょっとまた置いといて、はい、で塩、胡椒、ほんでワインになります。ワインはやっぱお好みでもいいのかな。そう、まあちょっとここ作りながら説明させていただきます。お肉なんですけども、こういったもの、こういった棒に刺しますので、これロシア語でなんていうか知ってる？え、分からん。シャンプラっていうね。それ知らんかった。なんかそのまあとにかくこういう棒ですよね。はいはい、切って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 いきました。切り切り切りまい、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 切り切りまい。肉だからね、やっぱ肉ってね、すごい匂いがつくからね。お肉が美味しい季節となってまいりました。いや、でもいい、なんかあのお肉の匂いがする、塩コショウのいい季節になりましたよね。いい季節になりましたもん、うん、つい最近まで夏だったのにもうね、秋になってきて、あっという間にこうお芋食べなきゃいけない季節になってきますよ。芋、なんで急に芋出てきたの？お芋って言ったら冬食べるもんでしょうよ。そうか、ね、私はもうね、年がら年中あのお餅、砂糖の切り餅ってあるじゃないの、あれを買ってね、家でチンして食べる。もう毎年毎年、うん、もう毎日がねお正月気分でございます。胡椒かけろや。非常にね、砂糖の切り餅さん非常にいいですね。でもね、お正月になったらね、お正月になったらそこはちょっとこだわりがあって。こだわりがあるの？正解は何？越後製菓っていうね、そちらの方をね食べるようにしてるんでございます。なんそうございます。だから砂糖の切り餅っていうのは基本的に日常使いにね、はい、していくものでございます。はい、このような形でお肉の方ができておりまして、お肉がすごいいい感じ、ね、素晴らしい花丸あげます。はい、よろしくお願いします。しかもおしゃんきだね、これほんまに、こう持ってる感じが、ニンニクはどれぐらいやったらいいのかしら。ニンニクもね、一つそれ丸ごと使っちゃおうか。じゃあニンニクは丸ごと使いましょう。はい、はい、このようにね、これだけでいいでございます。で、こちらの方ね、こう取るじゃない、ここにポヨってどん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 入れていただいて、もうこんなもん適当でいいんですよ。これ味出すためなのと、まああと途中で刺しますけど、まあまあまあ、はい、こんな感じで。ほら見て、もう涙が、ほら見て、完全に泣きとるで。辛い。じゃあパサパサっと入れました、ニンニクも、はい、で上からまた肉を入れていきます。はい、はい、OK でございます。はい、はい、でね、ここで登場するのは、ここに今豚肉と玉ねぎ、ニンニクで、豚肉自体は塩コショウで揉んだような感じ、揉んだっていうか、まあかけたような感じだね。ちょっとミルフィーユ状態だよね。そう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 、肉と玉ねぎとニンニクのミルフィーユ。そうです。で、ここまでは基本的には一緒なんやけど、ここからは各家庭ごとによって違います。一番多いのはウクスって言って、ロシアの酢やね、ロシアの酢を入れることが多いんだけど、やっぱ日本と違うのかな。ちょっとね、日本のね酢とはだいぶ作ってみたことあんねんけど、日本のお酢やとちょっと微妙かな。で、
あの酢は肉の繊維を壊す作用があって、やっぱお肉柔らかくなるっていう、基本的にはこの肉を漬け込むのって肉のなんか繊維を酸かなんかで壊してで柔らかくするとか、まあ、味付けをするっていうのもそうだけど、それがメインになります。でお酢じゃない場合にあるのが、こういった赤ワインとか、ビールってこともあるかな。あとはヨーグルトを漬け込むとか、ね、ヨーグルトもあるね。そうそうそう。であと多いのはマヨネーズとかで漬けちゃう人もいるね。まあでも漬け込みもやっぱ人の好みになるけど、そうそうそう、ここはもうほんまにいろんな好みだけど、まあ、個人的には赤ワインが、今日はブラスちゃんの好きな赤ワインが好きかなと思います。あとビールも好き。でビールもね、すごい肉柔らかくするのよ。本当？赤ワインはなんかこだわりがある？ないです。ワインこれね、安いワインでいいっていうのがポイントやね。だからちょっとこれ漬け込んでいきます。でほんまにマジでそれだけって感じやねんけども、もうほんまにこうやってちょっとね、ほんまはこんくらいでええねんけど、もったいないんで入れちゃいます。肉を見えなくするまで入れることがポイントですか？そうです。で、これでこのように蓋をします。はい。で、これで一晩漬けます。こんな感じで漬け込むのをできました。そうね、なんかすごい美味しそう、こう浮いててね、多分すごいそうそうそう、いい感じになると思います。いやもうすでに美味しそうな感じがして、うん、はい、以上でございます。すごい楽しみです。じゃあそれでは続きまして、次の翌日にじゃーん移動、せーのあまあこれで朝や朝になりました。すがすがしい朝でございます。東京都内の某所某所公園にて、平日の公園で、そう、しかもなんか工事が工事中どうなってる？ほら、あ、いい感じに浸かりましたね。ちょっとこう、ね、色がね、こう分かるかな、下の方のお肉のね、そう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 、赤みがちょっと消えてっていうか、まあまあ早速バーベキューセットでも組み立てようかっていう。じゃあまず火起こしからやろうか。そうやな。完成がみんなできるわ多分。え、でもなん火起こせへんやつおんねんで、いっぱい。じゃあ皆さん、あの今日のブラスの火のつけ方を見て一緒に学んでいきましょう。あ、いい感じこれ知ってる？軍手やろ。そうさっきから言うてはるやん、あんた。なんで軍手って言うんやろ。なんか軍の手ごめん、じゃんそのまま言っちゃったマフィアってこと違うか。はい、それでは火をつけていきたいと思います。本当は必ず着火マンでやってください。ちょっと忘れたので、そう、今ライターを急遽あの隣の人たちに借りてきました。そう、借りてやったけど、だからまあ、 あの着火マンじゃないとバーって広まったりする。まあ行きます。の音が、このパチパチの音が聞こえるようになってきたら、しっかり中ではついてる証拠です。外から見たらね、何もないように見えるけど、うん、でもなんかちゃんと見えてるよ。こうパチパチっていう音が聞こえてるっていうのは、まあまあ、しかも炭のいい香りがしてきました。うん、ね、何これも取っといた方がええんじゃん。なんスケスケの、やめろや。ちょっと待って、ちょっと待って、ほらほら、スケスケなのあそこだけちゃうねん、ほらこんなとこまで。はい、パイカーン。あ、うま。あ、シッティングじゃん。うん、結構熱くない。気長やな。4本の牛を用意して、はーい、はい、用意しました。
やめろや。背中取らんでええねん。背中いらんの？え、いらんわ。多分誰も今興味ないから背中取って。お肉だよ。こんな感じかな？そして、はい、あ、いい感じじゃない？そうね。こんな感じのお肉。いや、赤くなっててね。いい感じになってんの違う。ええ感じになってるのちゃいますか。誰やねんだから。下沼由美子。もうええ感じになってると思いますけども。どうでしょう。いい感じやと思うで。お肉美味しいお季節となってまいりました。バーベキューもね、暑くもなくて寒くもなくてもちょうどいい季節となってまいりましたが。鳥だけね、ちょっと鳥だけね、焼き鳥やってるわけちゃうからね。鳥が起き上がるんです。じゃあもう。お肉を取ってほしいね。さっきから顔面ばっか取ってるやろあんた。いやもう肉俺もう飽きたもん見るの。もうそういう感じねって感じ。そういう感じ。みんなが見たいんだっつうのに。みんな見たいの本当に。当たり前だよ。本当に見たい。結構うちに風来るねもう。ほんまに。でもここは虫が少なくていいね。なんかさ山奥とかやったら虫が多いからな。日本って虫が少ないのが。あのバーベキューするところはね少ないのがメリット。でもバーベキューするところがねちゃんとそのちゃんとした場所が用意されてるからでしょ。日本ってさ虫は少ないけど。そんなことないよ。違う、虫は少ないねんけど出てくる一つ一つの虫が凶暴じゃない。ロシアでさハエとかめっちゃ多いやん。ロシアは蚊とか。蚊がえげつなくない。なんかあの空港から出たらな深呼吸するやん。もう歯3匹ぐらい入ってんねんこれで。なんでやねん。そんなんないわ。いやめっちゃおんねん。どんだけ多いねん。めっちゃおんねん。もう歯だらけやんマジで。やめて。赤赤赤。そうだからなんかあんまりこう危険な動物はおらへんねんけど、そういう危険じゃないやつが多い。日本はさ蜂、蜂ってでもスズメバチとかそんなボルシアで聞いたことないような蜂やんか。あ、スズメバチ。こんなカバみたいなのが空飛んでさ。カバみたいな。そう。だからあれはすごいなって思うよ。驚き桃の木。あ、俺も写真撮ってこれと一緒にこうやって。ちょっと待って、うちに垂らさんといてな。ちょっとこっち見て。そう、もうちょっと顔こうして。こっち、こっちして。早くして。肉の重みでこれ曲がりよんねん、もう。ほら。曲がれへん。だから本当に、ここで、そう、これを捨ててはいけません。使います。これはいもういらないって言ってすぐ捨てるのはダメ。これを使うからちょっとだけコップにね玉ねぎはいらんで。玉ねぎいらへん。そう、玉ねぎはいらへん。まああってもいいわ別に玉ねぎなんか入っても。はい、アウチ。あんたうまいな。俺これ絶対こぼすね。 150%。 はい、ストップストップ。もういいで、ね、まあ、調子乗ったらこれ以上やったらこぼれる気するわ。はい、はい、こういう風に入れて後からこれを焼くときにな、これ油がねやっぱ下に落ちることによって火がねふわーって火がつくのよ。で火がついちゃうと表面だけ焼けて中が焼けてませんみたいな状態になるから、その火はとっても分かんないね。だからなのでこの汁を使います。上からシュッシュッとかけてその火を消化するのに加えてちょっと肉に味をさらに溶け込ます。焼きながら。でも見てすごくない？本当に様になってるのよこんなでかいの。あこれぞ本物の肉棒。ほんまや。で、乗せれるか。うわ、熱い。ほんでちょっと待って、熱い熱い熱い。ね、そんな入れ方ある？そんなやつおる？ちょっとお肉ここにひっついてまうのが嫌やな。まあいいわ。はい、まあそんな感じです。はい、今こういう風に綺麗に置いたんだけど火がすごい強いからかけます。かけます。あ、いい香り、いい香りしてきたね。言うてええ感じ。そんなん言うてるけどええ感じやで、ね、みんな。鳥来るわこれ。
はい、すごくいい感じです。うまさん、いい感じ。ちょっと見栄えが良くなるかなと思って。これがね、見て、肉がここのね、この肉見て回ってるやろ、これ串をやって回ってるってことは中まだやね。で、パッてやった時に肉ごと回るっていうことは中もちゃんと焼けてきてる証拠やから、この子はもうちょっと頑張らんとあかん。で、この子はよく焼けてる、ちゃんとやっぱここが強いんやろね。だから今んとここの子を頑張らんと、うん、はい、ほな、これは完成。ピヨ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 、うまそう。ピントが合わへんね。合えたね。あー、すごい。そう、もっともっと近づけて。はいはい、できました。おー、すごい、よかった。なんかあのモンハンみたいじゃない、上手に焼けましたみたいな。でででででで、あー、いい匂いする。いい匂い。ねえ、鶏がんとやだ。ねえ、美味しそう。ちょっとあんま、鼻あんま高い感じにせんといて。いやー、それはどうにもできひんな。待って。肉棒を加えます。やめろ。あー。おお。どうなん？うん、いいわね。中まで焼けてる？焼けてる。いいよ。あのね。いいよ。あの結論から言うと、これ見た目以上に硬くないのよ。柔らかい。うん。なんかやっぱり漬け込んだから柔らかくなった。そう、漬け込んだことによって柔らかくなってるし、ジューシーっていうのもまた違う。なんでかっていうと油が結構落ちてるから意外とヘルシー。そう。自分は結構これヘルシーやなって思う。まあ、よっていいんじゃない。あるちゃんも食べる。お上がりなさい。これヤンキーズの食べる。あー、でかいよね、見て。超でかい。何言うてんねん。お肉でかいな、言うてんねん。いただきます。うん、なんかちゃんと焼けてる。うん、うまー。なんやこれ。え、でもやっぱ中ジューシーやで。まあ、ジューシーやねんけど、でも思ってるほどね、脂っぽさはないと思う俺は。しかもしっかりと、見てこのさ、繊維がさ、ちゃんとこう出ているの分かる？油油って感じさ、油がもう口の中にズワーって感じではなくて、結構あっさりめだ。まあ、ロース選んだからね。女の人も、これすっごいワイルドに見えるけど、女の人もいけると思うけど。これめっちゃうまい。ね、あのね、しっかりと、あの玉ねぎの味と、あのニンニクの味がすごいついてる。これ何かわかる？みんな。アレちゃんは、実は食レポが、なんでやねん、我ながらうまいと思ってんねん。で実際うまいのよ。特技が食レポで、今先にブラスに言わせて、ほらまたこんな下手な食レポしてみたいな絵を撮らせて、でニンニクの味がどうのこうのとかっていうことによって、私はもしかしたらトークはブラスには勝てへんかもしれんけど、食レポは勝てるからなっていうアピール。だからみんな食レポあるじゃん、ほんと上手。いや俺ほんと上手やと思ってる。考えすぎやっちゅうねんお前は。めんどくさいロシア人でございました。めっちゃうまい。はい、これね、本来は串から食べる人は少ないと思う。うん、まあ、もちろん本来は串で食べるんやと思うけど、現実的にはほとんどの人はロシアでも外して食べてるかな。肉買いです。ロシアン風バーベキューでございます。そりゃそうよ。じゃあ乾杯。乾杯。今年は結構忙しくて全然あのバーベキューできんかったわ、ね、初バーベキュー。これでもや、まあ、よかった、初バーベキューがあれちゃんとでね。で、この写真機ができてよかった。うん、なんか
出てきて甘かった。うまっ。天国やわ。でかかった。でかへんけど。勉強。はい。あちなみにあんたが噛んだ肉やからな。新しい肉を噛ませごめん。そういうところがさ、ダメなのよ。ごめん、食べてすぐ。ポンコツのゆえんよ、そこが。ねえ、別に大丈夫やんな。別に汚いと思わへんやんな。ほら、思わへんねんて。いや、俺は思うもん。俺は無理よ。ほら、みんながみんなあんたが好きって。やめなさい、気持ち。やめなさい。気持ち悪い言うんじゃねえよ。これうまい。どうだった今日バーベキューしてみて。楽しかった。したことある日本でバーベキュー。あるよ。この、なんていうの、ロシア風の。あるある。あ、本当、うん、俺、実家がね、バーベキュー場があるんだよ。バーベキュー場ってかな、なんていうの、庭にも専用のあれがあって、そこでずつやってた。うん、まあだから、まあ、ロシアン風はどう、ちゃんとできた？できたと思う。できたよね。次はお酢でやりたいね。お酢とかな、なんか違う、あとさ、あのヨーグルトとかに漬け込んでやるやつとかやりたいな。まあ、いろいろやってみたいね。皆さん、なんかもしなんか次、なんかの料理見てみたいとか、うん、なんか次は違う味のバーベキュー見てみたいなら、コメントに書いてね。そうね、こうやってコメントを稼ぐというね、技までつけていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。以上、現場からお送りいたしました。来てんねん、ほらほら、来よる、ちょっと。やめてやめて、ポツ、ちょっと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 来んねんけど、ちょっとちょっと やめてほしい、ちょっと気持ち悪い。もうほんま無理。ちょっとちょっと、なんか食ってるよ。なんなん、嫌いって言ってんのに来んねんで、こうやって。ちょっと、わかるわけないやん。ちょっと嫌いって言ってさ、それでさ、あ、嫌いって言われた、どっか行こうって。もう嫌やん、ほんまに。ほんま腹立つ。